雪村泉、雪村泉、雪村泉。1937年、昭和12年3月20日隊は、日本の歌手、女優、画家。一般社団法人日本歌手協会相談役。本名は、朝日奈智子。愛称は、本名から、とんこ、とんちゃん。1937年、昭和12年3月20日、東京府東京市目黒区大岡山。 現在の東京都目黒区大岡山に、商社員の朝日奈愛蔵とその妻、千恵子の長女として生まれる。父、愛蔵は、事業の傍らハワイアンバンド、カルアカマーイナスに参加する熱心な音楽家でもあり、幼少期の泉は、戦時下においてもモダンな音楽に日常的に接して、育った。1946年、昭和21年、泉が9歳の時、 当時通信社に勤務していた父、愛蔵が自殺。1952年、昭和27年には母、千恵子が経営していた、投稿映画が倒産し、生活が困窮する。泉は高校に合格していたが、学費などが支払えなかったため入学を断念。家計を助けるために、中学卒業後間もなくして、歌手を志し、新橋のダンスホール、フロリダで、無休ながら、 歌手活動を開始した。日劇の地下で、新中軍相手に歌うアルバイトもしていた。同年5月には、日劇ミュージックホールのレビュー、サンマースキャンダルの、タバコ売りの少女役に合格。7月には、初舞台を踏みプロ歌手としてデビューした。8月下旬には、当時最大の芸能プロダクションだった、基礎音楽事務所の社長、木、倉博康に見出されて、同プロ入り。 同年秋には日劇、秋の踊りに出演する。新中軍クラブにも出演し、泉のパフォーマンスは好評だったという。1953年、昭和28年4月、テレサ・ブリュワーのカバー曲、思い出のワルツ、現代、で、ビクターからレコードデビュー。発売直後から話題となり、20万枚の大ヒットを記録した。戦後最短で、 スターとなったことから、世紀に一人のシンデレラとも呼ばれた。その後も、青いカナリア、作詞、作曲、ウイ、シー・フィオリの、役詞、イダ・セイチ、オー・マイ・パパ、遥かなる山の呼び声、マンボイタリアの、チャチャチャは、素晴らしいなどの曲をヒットさせて、不動の人気を確立。同年代の人気少女歌手である、エリ・ジェミ、ミソラ・ヒバリと共に、三人娘の一人として、 称されるようになる。この三人が主演した1955年、昭和30年公開の東宝映画、ジャンケン娘は、空前の王人を記録。以後、ロマンス娘、大当たり三色娘、少し期間を置いて、三人よればが制作された。映画初出演作は1953年12月公開の、小竹系映画、青春三バガラスであった。 1954年、昭和29年には新東宝と専属契約し、井上梅治監督の歌謡映画4作品に立て続けに主演。同年12月には東宝へ移籍し、1964年、昭和39年までに約60本の映画に出演する。いわゆる歌手の顔見せ出演にとどまらず、石坂洋二郎原作の山と川のある町や、 青い山脈などのドラマ性高い作品で主演を務める一方、当時の人気喜劇映画シリーズだった社長シリーズや三等重役シリーズには順、レギュラーとして出演したほか、嵐48歳の抵抗といった文芸大作も重要な役どころを演じており、女優としても高く評価される。可憐な容姿やウイウイしさ、ポージングの的確さなどを、 イラストレーターの中原純一に見出され、ファッションモデルとしても活躍。中原や森花江デザインのファッションショーにも出演した。中原編集の少女雑誌、ジュニアソレイユを中心に、聡縁などのファッション誌をはじめ、数多くの雑誌の表紙やグラビアを飾る。1959年、昭和34年頃には、 ロカビリー三人男の一人として一世を風靡したミッキー・カーチスとの熱愛が話題を呼び婚約にまで至ったが後に解消している。またこの年には泉の母親が作った借材が8500万円に及ぶことが発覚し、以後120年にわたって借金返済に苦しむことになる。1959年に初渡米。ダイナショアの人気番組 NBC テレビに出演して、シャーリー・マクレーンなどと共演、芸能各しから絶賛される。1960年、昭和35年には、全米十断公演、ホリデー・イン・ジャパン出演のためサイトベーシニューヨークのラテンク・ォーター劇場を皮切りに、全米十二都市を一年にわたり公演する。初演直後から評判を呼び、翌1961年4月には、ライフ史にも紹介され、 日本人の芸能人として、初めて表紙を飾った。1961年、昭和36年、アメリカ公演時に知り合った、テンプル大学の学生ジャック・セラーを日本に連れ帰り、電撃結婚。長女、アサヒナ・マリアを儲けるが、1966年、昭和41年に離婚している。この年、三度目の渡米を果たす。翌1967年、 昭和42年にはアメリカでバルトンサックス奏者の原田忠之と再婚するも後に離婚。1970年代には劇団四季の井野治美との同棲も話題を呼んだがこれも後に破局し以後は独身を貫いている。1970年昭和45年に帰国し同年涙でネムポピュラーフェスティバル日本歌謡祭70でグランプリと 1> 第1回東京国際歌謡音楽祭、世界歌謡祭で歌唱グランプリを受賞。1972年、昭和47年には、私は泣かないで、第1回東京音楽祭でグランプリを受賞する。この受賞時のエピソードは、中西彩の小説、世界は、俺が回してるで詳しく描かれている。1998年、平成10年に、四樹法唱。 2004年には、レコード大賞、厚労賞を受賞。2007年、平成19年には、朝日賞受賞を受賞。デビューから60年以上を経ても、なお意欲的に、芸能活動を行っており、2006年、平成18年には、映画、そうかもしれないで32年ぶりに映画に主演し、認知症の女性を演じた。2010年、平成22年7月1日付で、 一般社団法人日本歌手協会の相談役に就任した。父親の朝比奈愛蔵は、大連生まれの満州育ちで、大連中学卒業後、慶応大学経済学部を経て、商社の千代田組に勤務。九百三十九年に、軽井沢で知り合った、麻吹栄一、麻吹常吉の長男から、ハワイン楽器を習い、麻吹と原田隆咲く、断尺。 原田熊尾の長男、柴浩二とよかず、男爵、柴浩二豊かの長男と、ハワイアンバンド、カルアカマイナスを結成し、翌1940年により演奏活動を開始、愛蔵は、マネージャーも兼任した。翌年には、東郷康政、貴族院男爵議員。 東郷安の長男も加わり、日比谷公会堂での定期公演やレコード発売など、本格的に活動し人気を集めたが、2名の出兵が決まり、愛蔵も1943年に独立して、軍事向けの鉄工場を始めることになり退団、バンドは解散した。鉄工場は施設の建設途中で廃線となったため、中止となり、得意の英語を活かして、終戦直後に、 シカゴトリビューン氏の特約記者、通訳となったが翌年受死した。死後、妻の千恵子が映画制作会社、投稿映画を起こしたが、うまくいかなかった。歌手で作家の朝比奈愛子は、実枚、著書に、愛を歌う青いカナリア、婦人が放射1987年。弟の朝比奈洋さんも、歌手、俳優、芸名、有光陽治、タレントの比奈マリアは、 地娘、注意点。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。